はい、こんにちは、こんばんは、オペロンペロンチョです。アイドリッシュ7やっていきたいと思います。前回としてはとりあえず今回からなんか本格的にしろって感じですかねあ、それでね、気づいたんですけど、今度ねセカンドライブみたいなのがあるらしくって、それの先行抽選がアプリ内でできるらしいんですよ。あれ消えた、さっきあったんだけど、あ、これアプリ先行抽選キャンペーン、これしかも結構最近なんですよ。これ告知されたのが多分3月1日で、でも条件があるみたいなんですよね。さっきちょれちょらっと見ただけなんで全部読んでないんですけど、まずランク35を達成してランク100を達成する、どういうことや、まあ分からんけど、ストーリー1部2部3部クリアしつつ達成バッジフルコンも取らないといけない、セカンドライブ記念ピックアップオーディション、なんやろこれ、これはよくわかんないっすね。いけるかなし、これいつまでだろう。配布期間が3月の24までってことやから、え、3月の24までにしなあかんの、いけるこれ。まだ僕ランク2ですよ。最初からやり始めたんで、うわぁ、もうちょっと早くやっとけばよかったなぁ。うわぁ、せめて、今年の初めからやっとけばよかったかなぁ。うわぁ、生きてぇなぁ。あ、埼玉メットライフドーム。これ、前のファーストライブもこれでした、会場確か。僕は行けてないんですけどね。あの、映画館で見ました。出演、アイドル出演、トリガー、リーバル。あ、ズール出んねや。あんま知らんけど。俺はズールだってやつしか覚えてないです。まあまあ、とりあえずランク35まで行けるかな。まあ、ぼちぼちやっていきますわ。第1部がまだ終わってへんはず。あ、初ライブのへの挑戦、マネージャーの提案読んでいきます。ダウンロードします。はい、アイドリッシュセブン、素敵ないい名前ですね。デビューはまだまだ先ですよ。ライブを重ねて知名度を上げてから大々的にデビューのお披露目をするんです。そのために今は何ができるか、あとはお任せします。それではトリガーの皆さんの登場です。あ、もうここでトリガー出んねや。あ、好きですかトリガー。僕トリガーの龍之介が好きですね。一番アイナナの中で龍之介が一番好きかも。次にガクかな、その次にリバーレっていう3部かな、3部に出てくるメンバーのモモが好きですね。モモユキ、いやモモや、モモでやってる、あれの人ですか、声優誰やったけど忘れた。もちろんファンのみんなの笑顔です。声優なかなか覚えられないですよね。あ、九条天は覚えた。斉藤壮馬ですよ、確か。八乙女さんは秘訣そば。そば。ライブで声優本人見たんでね。抱かれたい男ナンバーワンのスタミナの源はそば。綱志さんは海を見ることです。波の音を聞いていると心も体もリラックスしますから。そんなこと言って、そばには水着の美女がいるんでしょ。このセクシーワイルドイケメンさんは。あ、これですね、これ。綱志龍之介。このキャラが一番好きですね。龍は泳いでばっかだよね。だからどんどん黒くなっちゃって。ああ、あれひどいよな、日焼け跡。見せてやれよ。ここで？いいけど。おっと、客席からすごい反響が。収集つかなくなる前にどうぞスタンバイお願いします。すごい人気だな。最近毎日テレビに映りますね。昨年デビューしたばかりなのに。さすがジャイマホルダーですね。
その年に一番輝いたアイドルに贈られる賞です。トリガーは昨年の男性アイドル部門の新人賞を獲得しています。そうですね。大場野外音楽堂、いきなりあんな大きな会場でデビューライブをするんですか。おお、ビッグな会場です。確か3000人くらい入るんじゃないかな。教室10個分くらい。100個分くらいだね。なんだか現実味がないな。大丈夫か、マネージャー。だけど俺たちなんかが。そう言われるとなあ、悪い気しないよな。続く。あ、ランク上がった。まだ3か。これの10倍しないと先行抽選会の権利がもらえないんで、頑張りましょう。だけど俺たちなんかが。そう言われるとなあ、悪い気しないよな。きなこっていうのか、かわいいな。抱っこしていい？こんなモフモフした気持ち悪いもののどこが。ひねくれたこと言って、かわいいじゃないか、な。ミュミュ。リークが好きだって、抱いてみる？あ、俺は遠慮しておくよ。そう？眺めてるだけでいい。鼻ヒクヒクしてる。はい、了解です。でもどうやって。考えておいてくださいよ。しゃあない、適当に一行ずつ歌っていくか。 OK、 始めましょう。では一番端にいるリクから。了解です。じゃあ行きます。あなたの声ですか。リク君、歌うまいね。好きなみな言葉しか思い浮かばないけど、すごい歌唱力だよ。わあ、感動しました。そうですか。じゃあこのサビんとこリクでいいんじゃね。もっと聞きたい。もう一回歌って。うん。何これ。サイトに載せる写真だって。俺寝癖とか大丈夫かな。今さら慌てたって仕方ないでしょ。でもさ。はいはい、七瀬さん素敵、超かっこいい。むかつく。おう、美月、恥ずかしがらないで。下に隠れなくて OK です。隠れてね、実際の身長だよ。おう、You need secret boots。 うるせえノッポ。
深刻そうな顔だな。え、顔がサイトに乗っかるとまずい理由でもあんのか。実は指名手配犯でしたとかさ。いえ、ないですよ。もう引き返せない。戦場にでも行くみたいに。似たようなものでしょ。なあマネージャー、真ん中映りたい。いきなり自己主張。お前実は目立ちたがりか。ちぇ、ミッキーがでかければ。てめえ、そんなことは俺が5歳の頃からありったけのパッションで願ってんだよ。すんません。なんかこういう、俺の好きなもの、身長いじりって漫画とかゲームとかではよく聞くけ ど、 なるほどな。リアルでは絶対にやらん気がする。男同士では伝説のアイドル、なんかそれだけはご法度みたいな空気があるな。アイドルを目指し始めたんだ。うん、子供の頃会ったことがあるんだ。サインも書いてもらったんだぜ。ゼロが俺の好きなもの、ゼロみたいになるのが俺の夢。そんでいつか俺がデビューして同じアイドルになった時に、あの人にもう一回会えたらいいな。My favorite is pretty girl。 つまりあなたです、マネージャー。ノーガール、ノーライフ。美しい女性が好きです。そして、すべての女性は美しい。オーイエス！マジコーナー、世界で最も偉大な作品の一つです。イエス！愛しています。私はジャパニーズアニメのトリコです。アキホバーナにパレスタマイトです。私の好きなものですか。そんなことよりももっと有意義な情報があるでしょう。今後のスケジュールとか。好きなものですか。サイトに載せるんですよね。じゃあクールでシャープなもの、クールでシャープな文房具。うるさい人ですね。マネージャー、余計な心配はしないで。あなたはスケジュールを立てて、私をスーパースターにして文房具の海に溺れさせてください。至福のひとときを楽しみに待ってますから。お前いつもそれ食ってんの。そんなうまいか、王様プリン。最高っす。一口。やだ。おう、いいよタマ、お前から行ってこい。なんで。お兄さんの言うことは聞きなさい。食べてるとこだったのに。脅威。おお。持ってない。くれるってこと。やった、ヤマさん携帯借りれるって。ちょ、何食ってんだよ俺のプリン。そ
そこそこうまかった。ひでえよ、空っぽじゃねえか。もうぶっ殺す。お前ノリがもろに学生っぽいよな。これライブとかする前にもうホームページとか作っててんな。もう全然覚えてないな、最初の方の話。でもちょうどもう15分なったんで、もう切りがいいんで今回はここでやめときます。ではまた次の動画で、バイ。